2月4日のボーンマスとの一戦で決勝点を挙げたブライトンの三笘薫は、これでに出場した7戦のうち5ゴールを決めており躍動をしている。何よりもドリブルやクロス、ヘディングなど様々な形ゴールを演出しており、世界最高峰のプレミアリーグでブライトンを上位に押し上げることに大きく貢献しているのだ。海外メディアでもその存在への注目は増すばかりだ。そんな中、ボーンマスとの一戦で決めた三笘のシュートをめぐって、監督のギャリー・オニール氏が不服を示しており、三笘のゴールは取り消すべきだ語っている。今回は事の詳細とネット上の反応を一部抜粋してお届けいたします。海外サッカー、イングランド一部プレミアリーグのブライトンに所属する日本代表ミッドフィルダーの三笘薫。日本時間の5日のボーンマスとの一戦での終了間際に決勝のヘディング弾を叩き込み、1対0の劇的勝利に導いた。これで3試合連続でのゴールとなった三笘にはますます注目が集まることになりそうだ。その活躍のすでに三笘自身の評価を高め続けてる。カタールワールドカップ後のリーグ戦5試合で3ゴールを挙げ、先日の FA カップ4回戦のリバプール戦では衝撃的な決勝点を奪うなど、大活躍を続ける三笘。迎えた第22節のボーンマス戦でも、相手守備に手を焼きながらも87分にヘディングで決勝ゴールを記録している。これで公式戦3試合連続ゴールを奪った三笘に対し、現地イングランドでは絶賛が相次いでいる。そしてデータメディア、フースコアの選ぶプレミアリーグ第22節のベストイレブンに選出された。独自に集計した様々なスタッツを考慮した上で、日本代表ウィンガーを 7.95 と採点。第22節のベストイレブンに選出している。ブライトンはボーンマスに勝利し、リーグ戦での無敗記録を6まで伸ばすなど好調だ。そしてこの試合で特に重要な役割を果たしたのが三笘であり、3試合連続で、フースコアのマンオブザマッチに輝いた。3本のシュートのうち1本を決めて決勝点に絡むとともに、ドリブル成功数は最多。さらに試合を通じて 84.8% のパス成功率を記録している。このようにプレミアリーグでプレーをし始めてから、三笘薫はその存在感、価値をますます高めており、今シーズンが終了してから夏の移籍市場で、マンチェスターシティやアーセナルなどのビッグクラブが三笘の獲得をすでに検討しているとの報道もある。それだけ三笘のここ数試合の劇的ゴールは多くのファン、関係者の間に衝撃を与えているのだ。しかしその一方、三笘が決めた得点の前にファウルがあったと主張する声がある。ゴールが認められて驚いたと語ったとイギリスの地元メディアが伝えている。問題視されたシーンは後半42分。左サイドからクロスが上がる直前だった。ペナルティーエリア内中央では、背番号18のボーンマスのディフェンダー、マティアス・ビニャが、競り合ったブライトンの5番ダンクに手をかけられるような形となり、バランスを崩してピッチに手をついた。ビニャが立ち上がった直後に三笘が頭で合わせて決勝ゴール。ヘディングの位置からは5メートルほど離れた場所で、ビニャは不服そうな動きも見せた。試合後にイギリス、ドーセット州の地元メディア、ドーセットライブが、ボーンマスのギャリー・オニール監督の、この時の心境についてのコメントを紹介。我々は試合途中までプラン通りのゲームを進行させていた。しかし最後の最後で得点を許してしまった。しかしこの得点に私は疑問がある。ビルドアップの最中にビニャに対してファウルがあった。ルイス・ダンクが腕でビニャを引き倒したんだ。と指摘し、だから、三笘のゴールが認められて驚いたし落胆した。選手たちは力を尽くしたし、勝ち点を得るに値した、と語っていた。その上で、三笘のゴールはまさしくマジック。試合の終盤までしっかりと状況を把握しながら決め切ったのは素晴らしい。彼が今後、ブライトンの脅威となることは間違いないだろう。しかしサッカーはチームスポーツだ。我々は綿密にプランを作り上げて、ブライトンを封じ込めてみせる、と三笘の実力を称賛する一方で、今後の対策についても述べていた。試合を重ねるごとにプレミアリーグの水にも慣れ、存在感を高めている三笘薫。周囲を驚かせる類稀なセンスに惹かれるクラブは少なくないとされているだけに、今夏の移籍市場での動向を興味深く見守りたい。ここからは今回のニュースについてのネット上の反応をお届けいたします。確かに手はかかっている。
得点シーンとは関係ないところで、ボーンマスも相当いい出来だった。ピッチ上のどんなところからでも、相手ボールを奪ってから攻撃に転じた時の推進力は素晴らしかった。あの程度でボールと関係ないところで反則にはならないわ。セットプレーでは至るところであるような行為ですよ。抗議する監督も仕方なくメンツがあるからでしょ。かなり流す審判だったな。後ろから突き飛ばしても接触が軽いと判断したら流してた。良くも悪くもプレミアらしい試合。この記事で三笘がリバプール戦のゴールはうまくいってる中での最高のゴールで、ボーンマス戦のヘディングはうまくいかない中でゴールを決めてプラマイゼロと言ってるように、三笘は結果が全てという価値観の先を行ってる。これを言うと結果は大事なんだと反論する人も出てくるけど、結果だけが大事だという話にするのではなくて、結果と過程を両立させる必要があるという話。三笘が結果を出しているからすごいというだけじゃなくて、結果になる前段階にもうまくドリブルで突破していく様子もあれば、相手が三笘に突破させまいと警戒するのに対して、三笘が自分で行くのか、それとも味方を使うのか、見どころは山ほどあるし、それらが結果につなげようとする意図が見えるプレーになっているから面白い。かつてドルトムントで圧倒的な力を誇示した香川真司選手を思い出す。いや、それを凌駕してしまう可能性を秘めた日本人選手が現れましたね。このままシーズン終了まで怪我をせずにゴールを量産し続ければ、間違いなくビッグクラブからオファーが来ることになるでしょう。現時点でもアーセナルやチェルシーが三笘選手に興味を抱いているとされています。レアルマドリードやバルセロナ、パリサンジェルマンからも視線が集まっているとの情報がありますが、現時点でそれらクラブの事情などを考えると、シティやアーセナルの方がスタメンの可能性があり、現実的にあると思いますね。三笘選手の場合は状況判断が非常に正確で、チャンス喪失回数はこれまでも高いとされてきましたが、それに加えて決定力までも生まれているのです。日本人選手で不足していたとされている決定力までも高い選手が生まれると、いよいよ次回のワールドカップに向けて日本代表の最も大きな課題が解決されることになり、今まで以上に楽しみが増えることになりそうですね。